ゆうくり。こんにちは、ゆうくりの北村です。こんにちは。今回はゲストの方をお招きしてお送りをさせていただきます。早速ご紹介させていただきます。コニカミノルタ株式会社プロフェッショナルプリント事業部浦谷翔一様でございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。感性からデザインを評価、デザインを曖昧なものにしないサービスがあるということで、こちらについて迫っていきたいと思います。はい、それではまず会社様とサービスについてお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、こちらこそ、ありがとうございます。非常に貴重なお時間をいただきましてですね、実は私、浦谷翔一と申します。冒頭ありましたようにコニカミノルタっていう会社ご存知でしょうか。もともと1873年に立ち上がった会社、約150年前なんですね。で、もともと写真館というカメラをやってまして、画像中心に商いをしてました、はい、ですので非常に画像に関してすごい深い知識があるんですね。で、昨今我々印刷機っていうのを作ってますので、そこにいろんなデザインを持ってくると、じゃあ画像をきっちり出すだけではなくて、その画像がどのように人に対して伝えるかっていう、いわゆるコミュニケーションっていうところまでも一度消化させたいなと思ってまして、はい、でその文脈の中で感性という言葉が出てきました。ですので、その感性っていうところは人がどのように感じるかっていうところなんですけど、そこを科学的に紐解くことで人に刺さる、伝わるデザインっていうのがサイエンスできるんじゃないかなって思ってます。ありがとうございます。で、今回その感性という話が出てまいりました。感性、もう少し具体的に分かりやすく伺ってもよろしいですか。そうですね、はい、難しい言葉なんですね。英語で翻訳できないと言われてます。エモーショナルでもなく、センサリーっていう、まあ、昔シックスセンスっていうドラマ流行りましたね。映画ですね、流行りました。でもなく、感性っていうのはですね、まあ、人間でいうと一番初め下の例で情動っていう形で、つまりセンサーが、まあ、人間の五感のセンサーで、まあ、情動が発生するんですね。痛いとか熱いとか、はいはい、その上がですね、感情って言われてます、うん、でそこからいいな、悪いな、好きだな、嫌いだな、はい、でそのもう一個上のレイヤーが感性って言われてまして、一番上のレイヤーなんですね。そうなんですよ。そうなんですよ。で、これ面白いことに、感性っていわゆる経験しないと生まれてこないんですね。つまり今の感情とか、情動とか感情では動物的に養ってないと死んでしまいますので、はい、痛い、あ、これはあかん、食べてもいいとかですね。で、その経験をもとに培ったのが感性というふうに言われています。ですので、育った環境とか、また体験した環境によって、その感性が異なるっていうのはそういうことなんですね。私、元デザイナーですから、無意識に、はい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 、考えながらデザインをしてたことがあったと思うんですけど、はい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 、データとかサイエンスとか、はいはい、そういう土俵においてこう感性っていうのをデザインに生かしたことっていうのはなかったので、あ、なるほど、まあ、今回その辺が具体的に伺えるということですね。そうですね、はいはいはい、ぜひぜひ。実際実例といいますか、はい、そのお話しいただいたことがその実際デザインにかけるどうなるのかっていうのを、はいはい、事例とかがあれば伺ってよろしいですか。一つはよくあるダイレクトメールとハガキのやつですね、はい、でダイレクトメールのハガキが届きました。でそれをもとに QR コードを打ってまして、はい、ホームページに覗いてねというふうな、まあ、印の QR によってホームページに、まあ、持っていくみたいなダイレクトメールなんですけど、そこに人の感性っていうのを掘り込むと、はい、ダイレクトメールの効果が8倍に残ったっていう結果があるんですね。すごくシンプルで、ダイレクトメール自体はもともと何したいかっていうと、お客様に素敵なホームページですよ、ぜひ来てねって訴えたい、はい、ってことは、そのお客様っていうところをまずは、まあ言うたら指向性分類というか3分類ぐらいするんですね、はい、簡単に言うとブランドが大好きなお客様とか、バンドワゴンって言うんですけど、うわ、マツコの知らない世界で紹介されましたみたいな企業が好きなお客様、はい、でもう一個がロジックタイプって言って、まあ、はメイドインジャパンとかそういう使用が好きなお客様っていうふうに分類します。これアンケートで分類しました。でそのお客様ごとに刺さるメッセージっていうところで、そこに感性のメッセージっていうのがあるんですけども、はい、そういうのはブランド、まあ言うたらブランド好きなお客様にはブランドの名前を入れましょう、分かりやすい場所に、視線が届く場所に入れましょうとかですね、そういうような工夫をしていくんですね。ですので、まあ、費用は同じぐらいの費用で8倍ぐらいのランディング効果を選ぶと、ちゃんとその人に刺される、うん、そうですね、フィットさせてくるということなんですね。そうです、そうです、面白いですね。他にもありますか。他にはですね、昨今面白いことは去年一昨年ぐらいにさせてもらったんですけど、広島の路面電車、皆さん路面電車って知ってますか。
大阪でいうとちんちん電車っていうんですけども、はい、非常に街の風景の中に走ってる、まあ、バスみたいな電車の中に電車のつり革広告をしたいと、はい、でお客様がですね広島の老舗の牡蠣カレーっていう、まあ、カレーの中に牡蠣を入れてるお土産を売ってましてですね、それをつり革広告に出したいんだと。でまあ、出してたんですけども、はい、なかなかどこかで人はあんまり見てなさそうだと、まあ、皆さんスマートフォン見られますので、ね、あんまり見ないですね。そうですね。ところは。そうですね。でそこでも人の感性っていうのを利用したんですね。はい、要は、ここで面白いキーワードと違和感っていうキーワードです。はい、つまり、つり革広告ってこんなもんでしょって分かっている人はほとんど見ないです。でそこに、まあ、塩梅のいい、ちょうどいい違和感を入れるっていうことなんですけども、はい、結論的には放浪看板風に仕立てたんですね、ポスターを。で、放浪看板風に仕立てることで、あ、何これっていう風にちゃんとまず注目される、アテンションされる。で、そして文字とかパッケージのデザインを、先ほどの注目性っていうふうな評価がありますので、しっかりと目線を生かせるということがあります。放浪看板ですか？昔のボンカレーの看板とかありますよね。オロナミン C の看板、はいはいはい、ちょっとあの錆びたような鉄の放浪看板をポスターで演出したんですね、はい、明るいところと暗いところの差をつけることで鉄の錆びた感じをこう見てみると、はいはい、あそうだなって見えると。結構それ難しい技術なんだ。そうですね。ただあの放浪看板でどうなってるかっていうメカニズムは我々画像処理屋なので放浪看板の写真撮って、あなるほど明るさ暗さでこういうふうに分布したら放浪看板も見えるんだなぐらいまでできるんですよ。そういう調整をしてこう普段の風景とは違うっていうのをこう電車に入ってきた人たちにおってこう、そうですね、引っ掛けさせるっていうんですね。面白いですね。それ どのぐらい変わったんですか？でこれが注目率っていうところで、まあ、言うたら電車のポスターなんでどれぐらい売り上げが直接的にいったかどうかは分からないんですけども、はい、これ日経新聞で取材をしていただきまして、はい、実は3日間で1年分の売り上げが達成できます、はい、まあ、これは日経のおかげなんですけども、こういうことをすることで科学的にポスターを作っている。面白いですね。そうですね。でここの味噌が実は先ほど言った塩梅っていう言葉を使ったんですけど、奇抜すぎてもダメなんですね。で一般的ないわゆるポスターでもダメで、まあ、スマートなニュースポスターみたいなのでもダメで、はい、奇抜すぎると変な形にしたらちょっと目いくんですけどすぐに飽きてしまうんですよ。中身を読もうとはしないんですよ。だからちょうどいい塩梅、なんじゃこらっていうのでちゃんと目がいくような形に設定するっていうのでマヤ理論って言います。はい、おっしゃってることは分かってる、はいはい、で自分もデザインをするとき例えばそういう注文を受けたら、はいはい、なんとなくでも感覚でやってしまいますよね。そうですね。自分なりの仮説のもとをやっていくんですけど、それがデータで出てくるんですよね。そうです。それはすごいな。行動心理学とか経済学とかっていうところも感性っていう中に入るんですけども、はい、そういうのを紐解いてきた文化っていうのは歴史上ありますので、はい、それをどのようにして人でそう感じるかっていうのを数値化しているっていうところがポイントになりますね。じゃあこういったデータってやはりいろいろ過去の蓄積、はい、たくさんの膨大なデータの中からこう、はい、分析してやっていくと思うんですけど、はい、どうやってそのたくさんのデータが現れるんですか？そうですね、あの実はこれ学習っていわゆる学習データっていうのを使ってないんです、はい、実はですね。でなぜ例えばポスターができたりホームページができたりパッケージができたりいろんなシーンで使えるかっていいますと、人間の本質的な脳内のニューロンという神経系の信号がどうつながっているかっていうところは、実はあの感性のそういうコンソーシアムっていうのが、国家プロジェクトでありまして、でそこに参画させていただいてて、脳の科学の先生とか心理学の先生で生態学の先生と一緒に人がこう理解するっていうところのベースを持っている。はい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 、でそれを画像処理っていうアルゴリズムに入れてると。あ、そういうことなんですね。だから普通学習データを使ったらもうポスターやポスターいっぱい覚え込ましたり、はい、パッケージを覚え込まさないとダメだし、そういうものだと思いました。そうですね。そうでもないんですね。はい、そうじゃないですね。もともと人間のこの脳の構造のところから、そうですね、このアルゴリズムに落とし込んでいくという変化です。おっしゃるんです。ただブラックボックスじゃないので改善提案がちゃんと増えたり、ここがダメですよ、なぜならばっていう文脈でちゃんと説明できるんですね。AI のブラックボックス化しちゃうとそこが説明ができないっていうところがございますので、僕はそこはちゃんと説明できてデザイナー様にどうやって改善したらいいのまでも示せないといけないだろうっていうところで、ちょっと難しかったんですけど人間の本質まで迫ったというところですね。面白いですね。すみません。
さらに疑問が、はいはいはい、出て気になったんですよ、ええ、それは日本人だけにしか適用できないデータなんですか、ええ、それとも世界的にいけるデータなんですか。そうですね、あの4つ、まあ、3つぐらいですね、あの要はデモグラフィックで、サイコグラフィック指向性で、ジオグラフィックっていうのは地域性ですよね、はい、で私たちが実装しているのは人間の本質的なところを実装してますので、うん、ある程度7割パッター的にアメリカでもヨーロッパでも日本でも使えます、うん、ただし、チューニングっていうのが必要な部分になります、はい、チューニングって例えばヨーロッパの方って非常にあの日本のアジアの方でも眩しく感じるんですね、だからグラサンはめてるんです。あの光を非常に敏感に感じる性質があるので、画像一枚にしてもちょっとこの輝度の差っていうのは非常に敏感に感じると、そこは、チューニングっていう作業をします。これは出てきたのがジオグラフィックで、そうですね、ジオグラフィックですね。でさっきのサイコグラフィックっていうのは要は指向性の最終段階で、要はマツコの知らない世界に紹介されましたが好きな方なのか、はい、でまたはブランドネームが好きな方なのか、はい、まあ、そこは分けて最後の言葉置きっていうのは考えて、私がデザイナーだった時に、はい、食品の通販カタログやってたんですよ。あ、はい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 、はい、で結構職場の中でもよく出たワードが外国人とかが、はいはいはい、あのそれこそアジア系の人とかだともっと安くデザインできる方とかいらっしゃるんですけど、はいはいはい、そういう方だとこういわゆる年齢が 4,50 代ぐらいの女性に刺さるシズル感みたいなっていうのがやっぱり日本人じゃないとできないみたいな、そうあって、なんかそういうトレンドというか指向性がこういうの好みだよねみたいな、はいはいはい、それもジオグラフィックだから入ってます。入ります。そうなんです。そうですね、で今ちょうどシズル感というキーワードが出たんですけど、ね、はい、人のツヤ感を感じるメカニズムって面白くて、はい、人って明るさっていうところを0から255、いわゆる255が一番明るいんですけども、はい、こういうふうな画像があった時にどんだけ明るいかってヒストグラムを分解するんです、人って、はい、でそこの山のカーブを見て人はツヤ感なりシズル感って感じるんですよ。でですので我々はそのメカニズムを持ってるんですね。そのヒストグラムを分解して、そのヒストグラムの山の傾きによってこれはツヤ感感じませんよ、またはツヤ感感じますよっていうことも表現できます。ヒストグラムはフォトショーを触っていても出てきますが、そういうのが そこの中から取れるんですね。取れます、取れます。ちょっとびっくりしました。取れます。なんかカメラが私も好きなんで、もう撮るたびにヒストグラムが出るじゃないですか。出ますね、はい、あそこにツヤ感とかシズル感が潜んでたんだって。潜んでますね。人って面白いですよね。そこを分解して自分の脳内である数学的な処理をやってるんですね、動物的に。ゆっくり実際にですね、もう少し具体的にこのサービスを使ってどういう感じになるのかっていうのを、事前にですね、ゆっくりが、出展する展示会のブースのデータを浦谷様に事前に提出をさせていただいて、はい、今日までにですね、解析をしていただけるということで、今回いただいた中で大きく、まあ、展示会場っていうふうな図面でございましたので、まず展示会場っていうとどこに視線を向かしたいかっていうところのコンセプトに対してどのような視線を泳がしたいか動かしたいかというところを中心に、非常に、まあ、変な話じゃないですけどもよくできたブースだと思います。